27番三原舞さん、シスメックス。さあ、困難、悔しさ、すべてを乗り越えてきました。グランプリファイナル初出場、初優勝を飾った三原舞、6年ぶりの表彰台へ、今年こそ笑顔で。表情から引き込みました。戦場のメリークリスマス。ダブルアクセル、きれいに決まっています。これも余裕を持って降りてきました。フライングシットスピン、フライングから着氷して回転する、そしてチェンジエッジもきれいに回転軸が定まって回っています。三原の人生を表現したプログラム。今シーズンから最後にコンビネーション、トリプルルッツ、トリプルトーループ。石川のコンビネーションスピン、音楽の表情も捉えていきます。こういうところも評価につながっていきます。幸せを届ける三原の演技。三原舞の笑顔にこの拍手が注がれます。さすがの安定感です。会場総立ち。全日本でこの三原の素晴らしい演技を待っていました。2度のオリンピック落選がありました。その中から本人はどん底だったと話していましたが、立ち上がって強くなって、この三原舞の演技です。いや、荒川さん、本当に素晴らしい演技だったと思います。そうですね、今日は加点がつく技が多くありました。ですので加点だけでも大きく得点を伸ばして行くこととなりそうですね。でまた本当に丁寧で、そこに力強さも乗って、本当に出来としてジャンプだけではなくスピンやステップも非常に良かったと思います。はい、最初のダブルアクセルには GOE 1.04、 1点台の加点です。飛ぶ前のスピードを生かした着氷まで軽やかに、無駄な力を使うことなく効率よく力を使っていったのが感じられます。着氷速度は 14.2 キロ、
かなりスピードを感じました、はい、着氷も非常に滑らかでしたね。いいところに体重がしっかりと乗ることができていたと思います、はい、このトリプルフリップも高さがある余裕のあるジャンプでした。飛んだ後も綺麗に決まっています。このトリプルルッツトリプルトーループも後半に入れて今シーズンの挑戦ですね。よく頑張りました。これまでは軽やかさが持ち味だったんですけれども、そこに今シーズンはエネルギーが非常によく込められていて、力強さ、それをよくコントロールするコントロール力も非常に高まっていると思いますので、演技全体を通して非常にエネルギーを感じるような活力を感じる演技でしたね。思いというのも非常によく表現されていたと思います。日本女子4人目、4年ぶりの快挙、グランプリファイナル女王です。今シーズンは実戦を求めて国内国際大会2週に一遍戦っていくという厳しいスケジュールの中、今大会本人は疲れもあると話していましたが、荒川さん、はい、今日の動き見てどう感じましたか。いや、もう練習の時から疲れ以上にここの舞台にエネルギーを注ぐという本当に強い思いが感じられる、そんな滑りですよね。スタンドでは盟友坂本花織も見守っていました。両手を突き上げました。坂本、三原、そして三宅は中野コーチのもと練習を積んできました。自己ベストは74点台、その自己ベストを超えてきました。 74.70。 坂本、三原、ここでワンツー、そしてジュニア勢が2人、千葉、島田と続いています。